検証と反証の非対称性とは、ポパーが用いた、科学哲学上の用語であり、反証主義の核に一致する概念である。命題の審議の判定には、以下の二種がある。その命題を肯定する証拠を出す場合、その命題を否定する証拠を出す場合、そして、全証命題の検証には、対象となる範囲のすべての証拠が必要であるが、反証には、わずかな証拠で構わない。 これを検証と反証の非対称性と呼んでいる。こうした用語概念が用いられるようになった背景には、従来用いられていた機能法には問題があると認識されるようになっていたことがある。例えば、砂糖か塩のどちらかが溶けた水の入ったコップが無限に並んでいるとして、コップの水が全て塩水であるかどうかを確かめるとする。その時、初めに舐めた水が砂糖水ならば、 その時点で全部が塩水ではないと分かり、他の水を舐めてみる必要はない。しかし、初めに舐めた水が塩水だった場合、次のコップは砂糖水かもしれないので、1個目を舐めただけでは全部塩水であるとは言えない。同じく2個目のコップが塩水だった場合も、その次の3個目のコップが砂糖水かもしれないので、全部塩水だとは言えない。以降も、同じことであり。 結局砂糖水が入ったコップに当たるまで、あるいは最後まで舐めてみないと全部塩水だとは言えない。蒸気のコップの例のような特殊な事例の場合であれば、確かめる対象は有限で済むかもしれないが、自然科学の分野で記述される自然の法則に関する命題の対象というのは一般に無限個存在している。自然法則は全称命題であるから、 上の例のような検証目的の実験をどれほど行おうとも次の実験で間違いが判明することがあり得る。つまり、たとえ何回検証しようが命題が正しいと断言できない。結局、機能法を用いている限り何らかの法則を確かさを持って導くことはできないのである。哲学者や科学者を悩ませ続けた機能法が抱えるこのような問題に対し、 カール・ポッパーは、検証と反証の非対称性という概念を用いつつ、人々とは逆の発想でアプローチした。それは、どんな理論も誤ることがあり得ると、前提するかビュー主義を採用し、科学における命題というのはすべて、あくまで反証されるまでの間暫定的に、棄却されていない状態にあるに過ぎないとする、方法である。こうして、検証と反証の非対称性という概念を用いつつ、 反証主義を構築したのである。ありがとうございます。